はい、基本一人です。いつもありがとうございます。今日もね、一人でぼっち飯ということで、ご飯をね、作って食べていこうと思います。今回はね、こちらですね。チーズインハンバーグということで、こちら業務スーパーですね。8個でね、400円ちょっとぐらいの商品だと思うんですけどね。初めて、ちょっと買ってみましたね。いつもはね、焼き上げハンバーグっていうね、8個でね、300円ちょっとのやつを買ってます。ところがね、もう大好きなんですけどね、ちょっと食べ過ぎちゃってね、まあ、あえてはいないんだけどね、今回ね、こちらの別のやつをね、ちょっと、買ってみたくなりましたね。ということで、こちらを作っていこうと思います。そしてね、もう一つ気になるのはね、1ヶ月くらい前から使ってるんだけどね、正味シャンタンっていうね、なんか中華の素みたいなやつですね。こちらをね、今まではね、ちょっとチャーハンに入れて、食べてましたね。まあ結構美味しかったんですけどね。これよく見るとですね、中華スープの素って書いてありますね。で、裏にね、作り方が書いてあるんですけどね、まあ要するに、お湯でね、薄めてね、わかめとかネギとか入れるとね、まあ要するにラーメン屋さん行って、例えばチャーハンなんか頼むとスープがついてくるじゃないですか。そういう感じのスープがね、気軽に作れますよみたいな感じの中華スープの素なんですね。だからね、本来の使い方をね、ちょっとちゃんとやってみようということで、今回ハンバーグにね、こちらの中華スープの素を作ってですね、シューマイですね。こちらを電子レンジでちょっと温め直して、まあそんな感じでお昼ご飯をね、食べていこうかなと思ってます。はい、ということでですね、材料をちょっと簡単に揃えましたね。まずね、チーズインハンバーグはね、こちらですけどもね、両面5分ずつ、合計10分ね、弱火と中火で、焼くだけですね。そしてね、ハンバーグだけじゃね、野菜が足りないということで、キャベツの千切りをしていきますね。そしてあとはご飯ですね。こちら、ご飯、電子レンジで、温めていきます。あと、シューマイをね、5、6個ですね。電子レンジで温めて、食べます。そして、野菜スープだけは作らないといけないんで、これ材料ですね。ソーミシャンタン小さじ2、水 300cc、醤油小さじ1、塩コショウ少々で卵1個使って、ネギを適当にね、入れていきますね。こんな感じで、作っていこうと、思っています。はい、キャベツの千切りをね、まずやっていこうと思いますね。これいつもどれぐらい、やっていいものか一人分が分かりませんが、今日はこれ1枚ちょっとまず水で洗っていこうかな。はい、ちょっと硬そうなんでね、今回のキャベツ硬くもないかな。芯はちょっと取っていきましょう。さすがに、はい、こんな感じで。どうすればいいかな。こんな感じでちょっと丸めて、つながってないかな。大丈夫か。これぐらいあればいいか。1枚、1枚で済んだね。はい、オリーブオイルちょっと引いてきますね。あんまり
これで中火から弱火でこうやってきますね。ちょっと溶けてきたな。はい、5分経ったんで裏返しますね。結構焦げてるな。はい、できたね。ちょっと焦げたかな。まあいいでしょう。はい、出来上がりです。はい、 300cc の水を温めますね。中華スープを作ります。はい、卵を割ってきますね。うわ、卵割るのがなかなかうまく、最近またできませんね。はい。卵を、混ぜておきますね。はい。ソーミシャンタンのね、スープを小さじ2杯、小さじ2杯か。これぐらいかな。はい。入れます。そして醤油を、はい、1杯ということで、あれ、こんなもんなのかな。ちょっと薄い気がするけど、まあいいや、後でちょっと調整するということで。はい、卵を入れてきます。シュワッと。これでいいのかな。はい、止めときましょう。ネギをね、全部入れちゃおうか。全部は、たくさんあるんでね、全部入れちゃいますね。ちょっと多いかな。葉ネギを全部入れちゃいました。はい、こんな感じ。塩コショウ少々って書いてあったから、これ入れちゃいますね。はい。はい、これで出来上がりかな。ちょっと味見してみましょう。あ、ちょうどいい。はい、こんな感じね。結構よくできたかもしれない。はい、こちら温めていきますね。ご飯とシューマイ。はい、できましたね。はい、こちら。い、どうでしょうか。チーズインハンバーグということなので、チーズちょっと入ってるかどうか。あ、入ってますね。チーズが入ってます。はい、卵スープはよくできましたね。さっき味見したけど、薄味でいい感じでした。シューマイはね、いつも通りの味だと思います。ということで食べていきますね。はい、ということでいただきます。こちら、ソースを。まずはね、これ、スパイシーホットソースね。業務スーパーで売ってるタイ製のソースですね。よいしょ。これぐらいでいいでしょう。これに、いつもはね、中濃のソースをかけていくと。そして、シューマイには醤油ですね。
はい、いただきます。さっきやったか。まずはこれの味見だね。これが一番。こんな感じです。うん、おいしい。うん、いいかもしれない。そしてこちらの中華スープね。こちらもいいです。ちょうどいい。とろけるチーズが入ってて美味しいです。シューマイも食べましょう。シューマイは小さいね。うん、うん、キャベツはどうかな。うん、硬くはないね。柔らかくもないけど、ちょっとマヨネーズかけようかな、キャベツには。やっぱレタスとね、生のレタスとかキャベツにね、僕あのマヨネーズっていうのがね、たまんなく好きですね。うん、マヨネーズ自体はね、あまり食べ過ぎちゃいけないような食材だけど、やっぱりあの野菜にかけることによってね、美味しく食べれるし、野菜がたくさん食べれるんでね、やっぱマヨネーズはいいですね。うん、ソーミシャンタンのね、粉がねちょっと少ないんじゃないかなって僕思ったんですね、最初ね。そしたらね、薄味でちょうど良かったですね。あ、こういう味なんだと思って、うん、またちょっと作ってみますね。母親があの味噌汁ばっかあの食べたがるんだけど、たまにはこういうスープいいもんね。おかわりしよう。全部食べちゃいます今日。はい、シューマイだね。うん、スープはね、おかわりですね。ちょうどね、作ったのが2人分ということで、卵一つでね2人分っていう感じなんでね、また作りますよ。今2人暮らしなんでね。ハンバーグはそうだね、美味しいけど、チーズインじゃなくてもいいかな。わざわざチーズが入ってるやつ買いましたけどね、変わったものが食べたくて。これはこれで美味しいけど、まあ、ハンバーグだけでいいような気がするね。中にチーズ入れなくてもね。はい、おかわりですね。シューマイ食べていきます。シューマイ、餃子、ハンバーグ、共通点は何かというとですね、肉のミンチが入ってるってことですよね。僕はね、あの肉そのものよりね、ハンバーグとか餃子みたいなね、ミンチですね、メンチカツとかね、あっちの方がなぜか好きなんですね。こう肉をがっつり食べたいっていうよりはハンバーグの方がいいかなっていう感じです。これも
ほんと薄味で美味しいな。こちらにちょっと持ってきたんだけどね、裏にねチャーハンに、チャーハンを作る時の、加え方とね、野菜炒めとね、わかめスープですね、今回はネギと卵のスープだけど、3つ書いてあってね、レシピが。まあ簡単に野菜炒め入れたらうまくなりますよっていう感じ。チャーハンもね、入れる、たくさん入れる割た割にはね、あまり味が変わんなくてね、チャーハンにあまり入れてもあまり意味ない、今までのチャーハンでもいいかなっていう感じだったんで、今度野菜炒めにちょっと使ってみようかな。あとはこれですね、これを頻繁に作っていこうと思います。もしくはね、僕は野菜具沢山のね、ミネストローネみたいなのが好きなんでね、このソーミシャンタンを使ったね、具沢山の中華野菜スープみたいのをね、ちょっと、次回ね作ってね、動画にしてみようかな。うまく作れればいいけど、なんかそれらしいレシピがねネット上にあったんでね、クックパッドみたいなやつにちょっとやってみます。このスープがね、思いのほか薄味で結構美味しいんですよ。僕のね、最初のね、イメージですね。こういうのができるんじゃないかなっていうのはね、ちょっとラーメンスープみたいなね、味のものができるのかと思ったけど、それじゃないですね。本当に中華の、定食なんかにこう添えて出てくるね、薄味のやつですね。最後の1個食べちゃいます。はい、ごちそうさまでした。結構ね、ハンバーグも美味しかったし、ソーミシャンタンのスープが意外とうまかったですね、薄味でね。まあこれはちょっとレパートリーにちょっと入れていこうかなと思いますね。はい、ということで今回はね、新しく業務スーパーで買ったチーズインハンバーグですね、あれを食べてみたいというところから始まりましてですね、作りました。そしてついでにこちらですね、こちらをもっと美味しく、利用したいということでね、スープをね、ちょっと作ってみたら、美味しかったということで、最後まで見ていただいた方ありがとうございました。基本一人でした。